はいはいはい。何何何何よ何よええええ何よもう。怖えのよまたこれは。怖えんすわ。誰からかかってくるかわかんねえっていうのはもう怖いですね。うん。怒られなきゃいいですけどね。

私をなんで切れるわよ。え誰かわかるでしょいえ、誰ですか誰しばらくぶりね。しばらくぶり師匠。<繍>誰やじゃあヒント出すわね。はい女、えー。女性の生き方。え女性の生き方あとね。 わかんないこねじゃあローマローマローマよローマダメねうんじゃあ分かったはい <laughs> 元芸人元芸人元芸人で女性の生き方ローマえー、誰や師ン 誰やんいやいや、本当にそ,んなその、わざと言ってるわけじゃなくて、全然わかんないの。じゃあ、言うわね。うん。元ブルゾンチーム、藤原しおりです。え藤原しおりです。藤原しおりは、だってお前、女じゃねえかよ。女、だから、女性の生き方といえば藤原しおりでしょう <laughs> 師匠。え わかんないわね。じゃあ、ちょっと変わるわね。何ね長野か。師匠違うわよ。師匠。え、誰やクロスフィットトレーナーのあやよ。えクロスフィットトレーナーのあや。女性の着方。クロスフィットトレーナーのあや長ノよ。んよ。カノ。カーノよ。<ん>カーノ,カーノ な、長野よ。な、な、長野じゃねえか、やっぱ。<laughs> いやいや、わいや言ったよね、さっき長野だろう、つって。いや、ごめんなさい。そこで言いたかったですよ。どうしてもクロスフィットトレーナーの真似だけにしたくて。プ <laughs> <laughs> ルドンチームのことを。いや、長野くん。ああ、どうも。どうもどうも。ちょっと師匠。おです。びっくりしましたよ。 ねえ、ほんに、これは。何でびっくりした何でびっくりしたあの、このモノマネに関してはもういいんですけど、その、なんていうのこの企画うんなんで、これ、オファーが長野に来たかも分かったのが、うん。これ、うん。いきますよ。うん。番組名。うん。リンリンリンじゃないですか。リンリンリンだねつまり、つまり、いきますよ。さあ、始まりました。発番組で、ウィンウィンウィンこれ、すごいですよ。

ウィンウィンウィンって我々が一番そのコロナ禍で一番見たコンテンツじゃないですかそうねそれに乗ってきたんだなってことでもう乗ってきたっしょ乗ってきましたよもう乗ってきた乗ってきた結局ウィンウィンウィンですよウィンウィンウィンだからこれ結局これリンリンリンっていうのこれ始まるってことでいいんすよね師匠ね2人の番組そう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 よあそういうことですよねうん で、森奈々ちゃんは一応、あれですよね、パイロット版に出てもらったってこと。であ、まあ、まあ、そうなるね。いや、びっくりしましたよ、だから。まさか、あの、リンリンリン、リンリンリンって呼んでますけど。リンリンリン、リンリンリン。リンリンリンで会えるとは思わなかった。ほんまや。ほんま。電話でしかも。 どんだけ俺見た目で笑い取ってたんだって今思ってすげえ苦しいんですよ、まあ、電話でいやいや全然全然,全然もう普通にうん別にあ大丈夫ですかあいつがこうとこうやって <laughs> <laughs> マジでどっちかっつったら見た目でなんぼの二人がそうやねだって大体売れる時期も一緒でそうですよなあ芸歴,芸歴もほぼほぼ,ほぼ一緒でほぼほぼ一緒しかもねもうそういうなんかあ,<と>あるわけじゃないですかそのあのー、お茶の間の嫌われ者っていうね お茶の間の嫌われもんでしょう。<laughs> <laughs> 俺好感度が一個もないんですよ一番も <laughs> いやないでしょう <laughs> 本当になくてそのなんか好感度ない人って実はいい人みたいな部分あるじゃないですか実際も悪い人みたいな評判も,も出回ってて <laughs> <laughs> いやそうであってほしいもんだってあ大丈夫ですか俺そこでいやいいいいその方がいいよ 師匠そのマジでこれ個人的な、うん、あの経験とそこからの質問なんですけど、うん、師匠って r ワ1でまあ優勝したじゃないですかそれ、うん、で,でものすごいことだと思うんですよ僕うん、うん、その普通の瓶の人が優勝するのとは違うというかそうねあのあ<の>ヒールだもんねヒールだし、うん、あとなんか 優勝しししても感動しないし正直、うんうん、<laughs> 僕はすごい昔から面白いと思ってますし、うん、それで、えー、と r 1で優勝した時に <coughs> あこれはもう時代がやっと追いついたとか思ったんですようん、うん、ザコシショウに。うんうん、ですけどそっから僕は本当のまあ本当のせいで言 r 1に失礼ですけどさらなる優勝が僕の勝手なイメージはドキュメンタルなんですね。ははははいはいはい、はい、はい で、僕の勝手なイメージですよ、ここからは。うん。R1 で撮った人って、そんななんか M1 タワーと違って、なんか尊敬されたりとか、はいはい。そっちへ行かないっていうか、うんうん、もしかしたら、なんていうのあ,あの、えー、黒パンツの人みたいので、はいはい。裸ね。はい。言い方悪いけど、一発屋として終わる可能性もあるわけじゃないですか。うんうん。しかし、ドキュメンタリーっていう、 言うたら、僕から見たら、本物の評価を得るまでの間の、うん、その、対、テレビとかって、きつかなかったっすかどうですい,ういやいや、もう、本当も本当もぶっちゃけて言うけど、マジきつかったよ。うん、マジできつかったよ。なんやったら、その、あれやん、1周目でさ、R1 優勝して2016年よ。なんだろう。うやっぱこう、2016年に優勝してから、はい。 一通り呼ばれるじゃないですか、一周目と言われる芸能界のね、例えばアイドルとなんかゲームしたり、あれ系の番組とか、あとなんか本当にエピソードトークしてみたり、あとはロケとかも行ってみたり、ロケねネタやるやつもありの、いろいろある中、一周されて、 絶対にこうなんか、あのー、なんだろう、プロ野球の星取り表じゃないけど、黒星、黒星、白星、はい、白星、黒星、黒星、黒,黒星ってこうなってるわけじゃないなってますね。ねえ、こう収録があって。はい。で、絶対にここだけ取りゃいいっていうような、お対戦あるじゃないお、お、大戦。ありますね、大戦ありますね。大戦だけ勝っちゃいいなと思ったの、ずっと。それは、あの、R1 <coughs> 取った直後から、 あとにそう思うようになったのか、うん、すぐそう思ってたんですかうそう思うようになったね。か最初、もう負け負け、<ー>負け負けで、もう訳わかんないじゃん、最初の頃って。いや、訳わかんないですよ、マジで。ほいで、はい、こう、とりあえず入れさせられるじゃないのアイドルの番組とか。そうなんですよ。ほいでもう、アイドルもなんか俺のことよくわからないから。はい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 。で、それ、まあ、振られるんだけど、その、アイドルは振るんじゃなくて、その、MC みたいなのがいて、 はい。あの、裏回しね。裏回しみたいな奴が,がいて、ちょっと振ってくれるみたいな感じで。<laughs> で、凍るんだよ。で、場の空気が凍るから、はい、<laughs> その、裏回し的な芸人も、うわ、はい、こいつと絡んで損したってなるし、はい。ディレクターも滑ったってなるし、なりますよね。アイドルも、お前こいつ最悪だってなるから、もう本当に地獄でわかるわ。はい、もうすぐ帰りたかったね。そのもう滑って、すぐ帰って、もう本当にこう、家帰って、しょんぼりしてたら、あの、後輩から電話かってきて、キャプテンかな、キャプテンまだから電話かってきて、<laughs> <laughs> でしょんぼりしながら電話取ったらえちょっとよよ用事があってね電話か,かかってきて用事こう,こうなんですけど大丈夫ですかねみたいなことでいいんちゃうってってちょっと待ってくださいなんでそんなに元気ないんですかって言われて別にその全部が全部勝つ必要ないとうんその後輩にこんな例えばこう,なんかそのこういうことがあってしょんぼりしてるのはずっと変なしょんぼりの顔も見せたくないしそうなんですよね、はい、だから別に負けたってええやんと。別に 別そのねあ、合わない収録ってあるから。はいはいはい。得意分野の収録と、あの、大戦の収録を、勝、はい、ちゃいいなと思ってずっとやってって。はい。で、水曜日のダウンタウンとか、はい。あとなんだっけな、あとなんだろうな、えー、えー、工場委員会か。はいはいはいうん。で、そこは絶対に外さんとこうと思って、はい、あのー、入った時に、 あのー、絶対にこう滑らないように自分でこう、あのー、作っていっていったわけよはいはいはい、はい、でそこらへんぐらいからねそのバカバカウケてでも普通のそういうアイドルとかの収録も、うん、あのー、こう滑っても気にならなくなったのなるほどね <laughs> そうもうドカウケじゃんもうすごくドカウケの時があるからはい,別にこたい大したことないと別にここで滑ったってはい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  もう滑るを凌駕するぐらいの受けるがあるから。はい、はい、もう全然大丈夫。その、例えばそのさん、サンマさんとか、はい、え、松本さんとかが見てくれてるところで、滑、受け、はい、受け、受けてるんだから別に大丈夫ないなと思う。で、でもやっぱこう一周目はバカバカこうなんかすごく、あの、生かされるんだけど、二周目になってから、やっぱこう滑る、あのね、え、一周目で滑ったところはちょっと排除されていくのね。そうなんですよね。はい。で、やっぱこう、ちょっと仕事として落ち,落ち着いちゃうわけ。 忙しくなくなっちゃうわけ。そうですよね。だから、あまあまあ、ちょっと、あの、工場委員会とかは入りつつだけど、工場委員会とか、はい、えー、水曜のダウンタウンとか、えー、とかは入りつつ、あと、ちょっと俺が、まあまあ、ちょっと忘れたけどな、何個かは入りつつなんだけど、その1週目よりは忙しくないような感じになっちゃってて。わ、うん、かるわ。はいはいはい。まあ、ちょっとやばい、やばいんやな、みたいになったんよ、これで。 <laughs> そうですよね。あ、なんか、スタビなんかなみたいな。<laughs> うん、そうそう。もうこれで売れなくなるのかな見、はい、られたんかなみたいなね。R1 のチャンピオンって、ね、みんなそんな感じやから。はい。で、そこで、そんなこと言ってる間に、なんか、ドキュメンタルが入ったのね。はいはいはい、来て。ドキュメンタルが入って、はい。で、ドキュメンタルって、よく、こう、見てたもんで、 でほぼほぼ吉本の芸人が多かったじゃんうんそうですねで吉本の芸人がこう優勝し優勝な,な,なりこう爪痕残してで爪痕残さない芸人もなんか入ってたりするじゃんまた別の機会で,そ,で、ねはい、それって吉本だからだなと思うのよ <laughs> 俺ってじ長野もそうやけど他事務所やん他事務所ですね他事務所でそのぐらいの受けじゃ絶対に次ドキュメンタル入んないな なんなら松本さんが直で見てるから松本さんの仕事とかもう入んねえだろうなと思ったの。ここは絶対に当てるべきやろうなと思ったよね。だから、その、大戦よね。そうですね。そこだね、そこがこう、ドキュメンタリーシーズン5なんだけど、シーズン5でなんか、 今まで、その、ザコ師匠、ハリウッドザコ師匠っていうものをどうやって扱っていいかど、どうにもこうにも、ちょっと、芸能界全体で分からなかった感じだよね。でも、その、ドキュメンタリーシーズン5で、あ、大体ザコ師匠が、の扱い方っていうのが、取扱説明書っていうのうん。っていうのが、なんとなく分かったっていう感じかな。なるほど。うん。えー、じゃあ、ザコ師匠、師匠はもう、 やっぱりそここでですすよよねこれ全部予想ですよ、うん、師匠まあ自分もそうなんですから勝手に師匠もそうだろうとか思ってるんですけど、うん、なんか我々望んでない地下芸人じゃないですか、うん、その「地下芸人」って言われたくないみたいなただ別に面白いことやりたくてやってたらすごい地下だねとか言われてて結局お釈酌してるやつとかが王道な感じのとこ入れられるから。うん 屈折した感じ見られるわけでしょうん。あれについてはどう思ってんのかなって思う。なんていうの師匠はいろいろあって紆余曲折自虐でしょって言うたらね。そうそうそう。なんだろう、地下の自虐って俺は本当にいらなくて。あやっぱそうなんですか。なんかさ あのー、売れないんですよみたいなのを、ちょっとなんか俺の芸人道とは反則よね。ああ、わかるわ。うん。はい、いや、売れないんすよって言うのってさ、はい。お前プライドないんかいっていうね。<laughs> いや、プライド高いの、高いなってよく俺いじるけど、誰かのことをね。だその、後輩とかに、お前プライド高いなとかって言うねんけど、この、この世界、この職業、はい。ある程度プライド持ってないとできないよね。はい、そうなんですよ。そうそうそう。なんもプライドなく、<laughs> あ、やるやりますやります、つって。はい。もうあやつり人形じゃ絶対売れないからね。そうなんですよ。俺、地下芸人とか言ってるやつに言いたいのが、その、なんていうの売れてねえだけじゃんっていうやつ言いるですか、中に、うん。いるよ。そのなんか、地下、地下っていうのが、例えば独特であったり、いわゆるカルト的な、うんはい、はい。わからないですけど、よく。うん、そういうもので、なかなか社会に融合できない。だったら、多少の同情はあるんですけど、うん。 別に正当派やろうとして売れてないので、<laughs> <laughs> そうですからって言われたらすぐムカつきますよ、ね、<laughs> そうやね。あの、結局、俺にしろ、長野にしろ、はい、結局さあの、自分のこうやりたいことっていうのは曲げてないだよね。そうですね。うん、あのー、こびる、こびるじゃないね。その、はい、そのやりたいことをいかに、その視聴者に伝えるかっていうところを、ええー、やらないといけないのに、はい。こびていけよ。めっちゃわかる。わかるわなのに、 言わしてもらうと、絶対お前、ドキュメンタル以降だろって感じで、理解者みたいな、近づいてるやついると思うんですよ。<laughs> 俺は、うん、俺はこれは,これは師匠、本当に好きだし、ずっと、その、もちろん、変な、妨害どころか、もっともっと、うわ、行きたい、あの、行ってほしいから、うん、俺、なんか、この、リンリンリンきっかけに俺、師匠を守りますわ、そういう。<laughs> いや、マジで。だから、 気をつけてくださいよ、師匠。だから、ほんといや、気をつけろ、気をつけわけわからん。中野もそうだと思うけど、はい。結局さ、なんか、地上波で、はい。やるのとさ、例えばその、なんか、ウェブ、ウェブ媒体。ウェブ媒体。じゃドキュメンタリーウェブ媒体じゃん。はい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 。配信とかさ、はい。え、その、やっぱ地上波って、あの、時間が限られてるから、はい。1時間とか2時間半とか撮ってる。 のをこうめちゃくちゃこう編集して15分とかね、うん、10分とかにするわけだから、はいはい、それは全部が全部面白そうなのか伝わるわるけないじゃんそうなんですよ。でそれをこう放送されてで、うんえー、地上波のザコ視聴なんか全く面白くねえな、うん、でドキュメンタルのザコ視聴面白いってなってで結局それってもう,もう本当言い,言い方悪いけど、うん、な一回 そのディレクターがこう作ってるわけだ。ディレクターが面白くないんじゃないかっていう。<laughs> <laughs> だから、ちょっとね、き、き、その気持ちよくね、そのね、やりたいですね。師匠、すいません、長いことずっと喋ってて、うん、あのー、すいません、なんか、あんまりこうやって喋ると絶対に、うん あのー、真面目な話できないと思ったら、結局こういう、長野が関わると、怒りで終わるじゃないですか、毎回こういう。<laughs> 怒りのアフでるはい <coughs> 怒りのアフガンなんで <laughs> <laughs>、ちょっと恥ずかしいですけど、うん、ちょっと最後、机の中の引き出し。うん、引き出し机引き出しないですかね。あらあら。ちょ、ちょっと最後、呼んでもらって。おあった、なんか。 すげえすいませんなんか手紙やんかちょっとねさ、恥ずかしかったんですけどか結局言葉でじゃあ伝えられないんでちょっと読んでもらっていいですか最後「<laughs> <laughs> ウィンウィンウィン」<laughs> って書いてあるわ <laughs> <laughs> またお願いしますお願いします失礼します失礼しますいいんかな